はい、それではね、今回は第2問の問3番の回答解説をしていきます。早速ね、学びを読んでいくと、下腺部がんについて、ホルモンは、標的細胞の受容体に結合することによって、その効力を発揮する。血糖量調節に働く、インスリンでしたっけ？インスリンですね。インスリンの受容体は細胞のどこに分布しているか、また下腺部側のような現象が観察された原因は何であるかを答えとして、最も適切なものを、1から8のうちから1つ選べってやつですね。はい。じゃあ、まず、インスリン。で、これって何ホルモン？これパッと頭の中で出てこないといけないですよ。受容体がどこにあるかっていうのはこれで認識していきましょう。ね。はい。これはペプチドホルモンですね。ってことはこれ受容体は細胞膜上ですね。レセプターっていうのは、受容体のことね。ちょっと受容体って感じで書くと長くなるので、レセプターって書きますね。細胞膜上。膜上ね。に、レセプターがあるよってことですね。はい。ちなみに、ペプチドホルモンに、ファイナルチェックの、レクチャーセクションの方では、とりあえず、ボーンとぶち込んでおきましたけど、アミノ酸誘導体である、アドレナリンと、ね、チロキシンの、この二つ。この二つに関しては、ね、細胞内ですよ。細胞膜上じゃなくて、細胞内にレセプターがあるので、その点を注意しておいてください。インスリンじゃない、チロキシンと、ね、チロキシンと1個はね、と、あともう1個はアドレナリン。この2つはアミノ酸誘導体で、レセプターは細胞内にあることに注意しておいてください。はい。ということで、まぁ、今回はね、その例外の中に入ってるインスリン、例外の中に入ってないインスリンですからね。まぁ、インスリンは細胞膜上にレセプターがあるなってことで、この時点で答えは5から8のどれかですね。はい。で、下腺部側のような現象っていうのは、ね、インスリンを注射して、で、血糖量が下がらないってやつですね。はい。インスリン正常なやつ入れてるんですよ。ね。インスリンを入れて、インスリンを入れたら、このインスリンが受容体に結合して、で、血糖値を下げるんですよ、本当は。っていう、こういう流れが。じゃあ、こういう流れがあるのにもかかわらず、うまいこと血糖値が下がらない。なんでだってことですよね。まず一つ考えられることは、インスリン、ね、これは本来の流れなんですけど、まず一つ考えられることは、インスリンがちょっとおかしい。インスリンがこいつがちょっと変になってしまったせいで、ね、こいつがダメなせいで、ここの受容体への結合がうまいこといかない。受容体とカチッとはまらなくて、このね、血糖値ダウンっていう調整をできない。というのが可能性として一個ありますよね。でも、今回は、インスリンを注射してるわけですから、そんな異常なインスリンを注射するわけないですよね。正常なインスリンを注射する。ってことですから、これはないですね。ね、ここではない。ここで、インスリンがね、正常なインスリンが分泌されない。ね、インスリンを分泌することができないっていうのと、っていうパターンと、一個はね、インスリンを分泌できないっていうのと、正常なインスリンが合成できないっていう、この二つがここに含まれてますけれども、その場合だったら、インスリンを注射すれば、受容体に結合して、血糖値ダウンっていうのをできるはずですね。でも、なぜか今回は血糖値ダウンができない。インスリンを注射しても。なんでできないのかって言ったら、それは、ここがおかしいからじゃないですか。受容体が。受容体がおかしくなってて、インスリンと結合できない。もしくは、受容体からその先ってね、まあ実は細胞内でこうシグナル伝達をしたりとかするんですけど、そこがおかしいか、どっちかですよね。受容体がおかしくて、こうなってるか、結合できないか、受容体がおかしくなって、その後ろの下流の調節ができないかの、どっちかですね。なので、おかしいのは受容体だっていうふうに思えば、はい、見ていきますよ。はい、丸5番。正常なインスリンが合成できなかったから、違いますね。はい、あ、違う。正常なインスリンが合成できないだけであれば、インスリンを注射すれば改善するはず。じゃあ次、丸6番。インスリンが細胞内に運搬できなくなったから、細胞内に運搬する必要はないですね。細胞膜上で、ね、ピシッと、ね、重大に結合すれば、それで終了ですね。そこからは、あとは細胞内のシグナル伝達が進んでいくはず。ってことで、おかしい。丸4番は、丸6番、×。次、丸7番。インスリンが正常に分泌されなくなったから、その場合は、ここがおかしいって話ですよね。
その場合だったら正常なインスリンを注射すれば受容体に結合して血糖値ダウンができるはず。で、最後、丸8番、インスリンとその受容体が結合できなくなったからということで、これが OK ですね。ということで答えは8番 OK ですか。ちょっと難しかったと思う。ちょっと難しかったと思うけど、こうやって書けばね、どういう流れなのかを書けばね、頭の中ではしっかり整理できるはずなので、こういうメモをね、サクッとね、テスト中に書けるようにね、ちゃんとなっておきましょうね。はい、それではね、これで第2問、問3番の解答解説を終わりにして、次回は問4番の解答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。